見る人も見られる人も幸せに、医療と福祉のサービス施設老健榊紅葉チャンネルです。今回の情報共有動画はマックスタブの使用方法の第3弾プレゼンモードです。ところでマックスタブって何でしょう？搬入の動画の時に少しお話ししましたが、マックスタブとはホワイトボードのように書き込めるディスプレイ、カメラ、マイク、そして PC まで会議に必要な全てを一台に集約したのがマックスタブです。機能としましては大きく3つ、電子黒板、ウェブ会議、プレゼンテーションができます。というわけで今回はマックスハブのプレゼンテーション機能について説明します。マックスハブをプレゼンテーションに使うには、まずはマックスハブとプレゼンテーションソフトが入った PC をミラーリングさせることが必要になります。マックスハブの画面がプロジェクターのように使えるのでとても便利です。それではミラーリングの方法を説明します。 Max Hub の部品等が入っている箱の中にこのような外付けの装置を PC に取り付ける必要があります。 PC 側にこのようなインターフェースがあればそのまま接続ができます。 Max Hub を起動した状態でこのように挿入すれば自動で PC が認識されます。このインターフェースがない場合は別途で USB が使用できるアタッチメントがありますので申し出てください。 Max Hub と PC のミラーリングができますと、 Max Hub 側にこのように画面共有ができますというウィンドウができてきます。ここまで準備ができましたらまずは使ってみましょう。 Max Hub の真ん中のアイコンを触ってください。そうしますと自分の PC と Max Hub が同じ画面が出ます。これで研修等に使えるようになります。こちらの機能は大変便利ですので、ぜひ研修等にも使っていただければと思います。今回の情報共有動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドいいねボタンもよろしくお願いします。